チキー。こんにちは、コーク TV のコーちゃんとキラちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。クラちゃん、クラちゃん、今回紹介するのはキラメイソード。箱はこんな感じ。プロキラメク一戦。ソードといえばやっぱりキラメイブルーです。裏には遊び方が載ってます。緑と赤の LED が交互に光る。2つの技を発動。きらめくボディ、きらめく剣先、きらめいショットと合体。というわけで本体を見ていきます。切っ先アンストンパブル、きらめいブルー。まずはきらめいソードの見た目です。クラちゃんの見た目じゃないよ。全体はこんな感じです。きらめくボディっていうことで、青いところはラメが入ってます。後ろはこんな感じです。見て、こちゃんの目が見えるよ。きらめく剣先、きらめいシールっていうのが使ってあるんだって。そう、ダイヤモンドみたいな。このきらめいシールは裏から見てもわかります。裏から見てもキラキラしています。ここにボタンがあって、その横にはキラメイジャーのマークがあります。赤と緑の模様があって、ここにはトリガーがついてます。それじゃあ電源を入れるよ。電源はここにある。せーの、ドン。ここのね、こっからね、光が見える。見える？いくよ。ね、何も見えんよ。あー、ちょっとね、ちょっと見えるね。まずは通常攻撃、トリガーを押します。通常攻撃音は2種類です。クーラー、やっ。次にキラメイシールドです。ここを押す。せーので、トリガーを押したら音声が鳴る。いくよ、せーの。バリアが張れるってことよね、やけ。うん、今日のテレビでもバリアがキンキンキンキョン。バリアでも攻撃できとったよ。次は必殺技です。いくよ、見て、緑赤線が進んでるように見えるね。うん、おお、チェックメイク。次にキラメイショットと合体させます。キラメイショット。合体のさせ方は、キラメイショットの下にこういう部分が見えるよね。なんかここに溝がついてて、そこにキラメイソードのここに穴が見えるじゃん。これをここに刺す。キラメイバスター。合体させるとこんなに長くなります。普通のキラメイショットの時はね、ピョンピョンしか打てないけど、キラメイソードをと合体させると、いくよ、連射ができるようになる。うん、ガトリングガン。外し方はこの白いところがあるじゃん、こっち、ここを押しながらソードを引っ張る。ほらね、ここがグッてなって連射ができるようになる。で、必殺技はいくよ、キラキラメイチャージ。すごい狙い力がいい感じがする。いくよ。これが線路みたいな感じで、ここからピューン、ピシッて。はい、というわけで今回はデラックスキラメイソードを紹介しました。このキラッキラの感じがすごくかっこいいです。ほっ。
紹介していきます。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた